チーム全体としてその裏方も含めて戦う姿勢がはもうどんどん積み上がってきているという。それはあのクラブの例えば営業とかですね、はい、広報って携わっているような業務の人間もやはりその自分たちが成長するためチームが成長するためそして J1 に行って、まあ、自分たちは北海道を元気にするそういうのが自分たちの仕事だと、うん。まあ、これから先いろんなことがあると思うんですけど、まあ、最後皆さんと笑ってあの喜び合えるように頑張っていきますので、1年間応援よろしくお願いします。ありがとうございました。まだまだ伺いたいところもたくさんあるんですけれども、どうぞお越しいらっしゃいました。あのやっぱりコンサからできました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、僕あんまファッションとかあんま興味がないので。興味ないんですか？パンツだけ、はい、中に履いてるパンツだけコンサからできました。そうですか。ちょっと見せていただくわけにはねいけませんので、皆さん想像してください。はい、では、あ、僕今日靴新品できました。あ、光ってます。新藤君みたいに脱げないようにね、ちゃんとしっかり紐を縛ってください。はい、ありがとうございます。あの若くしてアーセナルとか移籍したじゃないですか。今考えたらすげえなこの人と思って、すげえ、すげえ。終わり。終わり。それだけ？終わり。いきますよ。すごい数字が出ました。一番の方。今シーズンの新しい商品、コンサドーレカラーのカラーね、ラップザック5名の方に当たりました。おめでとうございます。何フォークス